ちは。こんにちは。豊さん、はい、まあ、あの新型コロナウイルスの影響で、はい、野球のプロ野球の開幕が、まあ、どんどん今ずれて伸びている。でもしかすると本当に今年開幕するのかどうかもちょっと危ぶまれるというか。まあでも感染者が増えていってるからな。そうなんですよ。止まらないからな、はい、だからなかなか開幕っていうのはこう想像しにくいよね今の段階では。そうですよね、はい、であの選手たちも練習試合も今ストップしてますし、うん、そういったなんかそうあの個々に練習している選手もいるんですけれども、うん、ちょっとあのオリックスが、はい、の選手がちょっと記事を出てまして、はい、ベテラン選手が悲痛な叫び、はい、試合をしていないのにクビになったら…ということで、まあ、各チーム今練習試合中止しているんですが、そんな中ちょっとねあのオリックスのあるまあ中堅からベテランの選手がやっぱ危機感を今覚えていると。いやあるだろうね、はい、でこのまま試合ができなかったらどうなるのか、まあ、キャンプから体を作ってきたのにシーズンが中止になってしまったら試合をできないまま契約を切られる選手が出るかもしれない。試合をやって結果を出せないのなら仕方ないけれども試合もしていないのにというのはやっぱり困ると、まあ、こんな時だから球団も大変だし選手もあまり強くも言えないだろう、まあ、ずれてもいいから減ってもいいからなんとか試合をやりたいなというのがまあ本音で、まあ、なぜかというと、まあ、通常ならドラフトで新人選手が入団してそこで整理される選手が出てくるですが、ただ試合がないのにまあ、年齢だけとかで、まあ、ドラフトがあるからね新しい選手を取ってくるから、はい、だからその分枠は開けなきゃいけないでしょ、はい、だからまあところてん方式で出されるっていう可能性は、はい、まあ、ベテラン選手は危機感を持つよね。もちろん そうです、まあ、それで年齢から言うと、はい、まあ、例えば大学から入って25まで、はい、これは成長期なんだよね、はい、25から、まあ、32ぐらいまでは安定期というか、はいはい、やっぱり世の中がよく見える野球を覚えてくる、うん、成長期と安定期がなんか同居するような時期なんだよね、はい、うん、で32の時にこう頑張ってやると、はい、まあ、36まで行って、うん、36からさらに頑張ると、はい、自分をいじめると40以上までいけるんだよ、うん、まあ、そういうなんか俺の中ではそういうふうな、なんかこうバイオリズムみたいなものが多分年齢的にはあると思うんだよね、はい、でもう40から上げようと思うっていうのはもう上がらないし成績だけなんだよ。成績だけ、うん、だからそれをやっぱ不安に思ってるわけよね。ああ、そこだけでそのね、うん、その判断材料にされてしまうってことですね。いやもう判断材料がないからさ球団もそうせざるを得ないよね。そうですよね、うん、だからそれはねあのオリックスのベテランが言ってる気持ちはすごくわかる。でその70人枠なんですよね、うん、そうなんだよ。だから入ってくるということはやっぱり出なきゃいけない。出なきゃいけない。自分がポンポンって肩叩かれるのかなっていう、うん、それかもうその支配下登録を外れる選手がいて、はい、その枠を開けて、はい、まあ、プレーを見てないから考慮するとか、はい、まあ、そういうこともあるけど、はい、そしたら今年収入がない、はい、ね、その給料を負担しなきゃいけないと球団の負担になってくるよね今度はね。そうですね。で球団側もその今年開幕しなければやっぱ収入源がないわけですから。ないから。でも球団も苦しい。苦しいよ。それで新しい選手を取ってこなきゃいけない。はい。そうなってくると余計苦しいでしょ。苦しいです、ね。だから各球団ベテランをこう抱えてるけどさ。ちょっと今あの調べてみたんですよね。パ・リーグだと、まあ、大体。豊さんに、まあ、西武、まあ、西武からいくと、はい、まあ、一番のベテランが松坂なんだよね。39歳。ただ松坂の、キャリアとか経験とか、はい、いろんなことを考えると、はい、やっぱ取った以上一球もさ公式戦で投げさせないまま、うん、クビにするっていうことはない。で松坂はおそらく本人に任せてると思うよ。引退する時とか、はい、相談し合うと思う、うん、だからこう一方的に切られるということはおそらくないですね。あと年俸を複数年しているかしていないかにもよってきますけどね。でもそれもカットだよね多分。そうするしかないですよ。いや、そうやっては選手会と話し合う方向性に持っていかないと、うん、なかなかやっぱり球団も厳しいと思うよ、うん、そうですよね、うん、で、まあ、あとパ・リーグで、西武でいうと、まあ、宇都宮投手、うん、まあ宇都宮とかはね、うん、昨年投げてないしな。あ、
だから2年連続公式戦で投げないっていうことになってくると、ちょっとやっぱくるあの球団も苦しいよね、はい、ですし本人も実戦も2年できないっていうのはやっぱり、いや、やっぱり嫌だよね、嫌ですよね、苦しいですよね、うん、でソフトバンクが和田だよね、まあ、一番上が39歳、まあ和田の場合はまだねクリーニング手術して、はい、肘とかね、うん、してバンバン投げれるから、はい、おそらく大丈夫だと思うんだよ。で、あそこの球団のスタミナを考えると、まあ育成とかね、はい、いろんなことを考えると多分大丈夫じゃないかなと思うけどね、はい、で、楽天、久保優也、渡辺直人、まあ今年40なんだな、今39歳なので、うん、そうですね、そうだよね、はい、だからこの2人っていうのはちょっと危なくなってきてるよね。あ、そっか、いや、成績は もちろん残せればさ、残せれば残ると思うけど、でもこのままだとやっぱ危機感はこの2人は感じるよね。ですね、球団が一体じゃあ来年も契約してくれるのかっていうところですよね。でロッテ細川40歳2ヶ月現時点でね、はい、うん、でもこれあのキャッチャーというキャリアのあるキャリアが必要とされる、はい、あの選手だけに、うん、まあここら辺はどうなのかなという、うんうん、ことは言えるけど、はい、でも危機感は持ってると思う。そうですよね、うん、で日本ハムはね38歳、鶴岡キャッチャー、まあ、鶴岡はコーチをやったりだとか、はい、まあいろいろするんで、まあ、ここら辺は別にあんまり心配する必要はないかなっていうふうに思うけどね、はい、でオリックスで、オリックスです、で山崎とかね、はい、うん、山崎選手もキャッチャー、まあ、ピッチャーの比嘉とか、はい、あと増井とか、まあ、増井とかはね、まあ、大丈夫、まあ大丈夫だよね、だからまあ山崎とか比嘉とかどうなんだっていうことだよね、はい、あ、そうですね、だから若月っていう正捕手がちゃんといるからさ、そうなってくるとますます、いや俺大丈夫かなって不安はあるよね。いやそうですよね、もう確かにコロナの不安もありますけど、うん、自分の選手生命だったりその不安っていうのも一緒に抱えながら、あるあるですもんね。で、セリーグですけど、セリーグ、ね、まあ、ヤクルト、はい、ヤクルト、五十嵐亮太、五十嵐投手40歳、で石川、まあ、あの今年開幕投手、はい、まあどうなんだろうね、石川投手はまあ、まあ、大丈夫だと思うんだけど、五十嵐も大丈夫だと思う、はい、なぜかというとさ、やっぱ若手も測れないじゃない、投げてないとヤクルトできるのかっていう、はい、でもこの2人っていうのは確固たる実績があるから、はい、やってくれるだろうという言葉を期待されるじゃない、はい、だからまあ大丈夫だと思うんだよね、うんうんうん、で次が、まあ、ちょっと巨人行こうか、あ巨人行きますか、岩隈、あ岩隈投手38歳、はい、まあ、その次は亀井とか中島なんだけど、まあ、この2人は多分大丈夫だと思うの、うん、はい、でも岩隈が投げてないじゃない、うん、あそうですね、あそうだ、うん、どうなるの、まあ巨人軍の資金力だったら岩隈が一人ぐらい抱えてもいいのかなって、ただ枠の問題があるからね、そうなんですよ、その72という枠があるので、うん、そこら辺どうなってくるのかっていうのもありますし、ね、はい、で DeNA は若いんだよ、36歳、ロペスで、まあロペスは外国人枠なんで、はい、だからまあ例えば契約を切ろうと思えば切れるし、はい、まあ、冷たいことを言えばよ、うん、だけどロペスっていう人間性を考えて36歳だったらまだ多分大丈夫、まあ、DeNA はそんなあんまり考える必要ないかなと思うけどね、そして阪神が福留、能見、42歳と福留がね、能見が40歳、ここら辺が契約がどうなってるかだよね、だその単年なのか複数年なのかにも言いますし、でも福留選手は、バリバリ、いやオープン戦でも勝ち上げしてたしな、うん、でもまあ福留クラスになってくると、うん、やっぱもう本人に任すんじゃない、引退は、まあそんな任してほしいよね、うん、で能見も高齢者だからさ、そうですよね、まあ、そうあってほしいと思うしね、はい、で投げてるボールはまだ若々しいしさ、まだまだ、うんうん、広島が石原もキャッチャーじゃない、キャッチャーです、はい、もう相澤が何かあった時にやっぱ2番手に来るっていうのは石原だから、うん、あの大丈夫だよ、あじゃあ広島も大丈夫ですか、ね、石原は大丈夫だと思うな、うんうんうん、で中日山井、山井投手どうなんだろうな、ここら辺がな、だからこその今年の成績若手もちょっと伸びてきてるけども、はい、まだ未知数じゃない、若手がだから動かしにくいんだよね、
すごい、だからフロントというか悩みどころでしょうね、うん、成績が今年分からない分、うん、いやでも若手が分からないし、どうしたらいいんだろうっていう風に、ただね、ここら辺は今言ったメンバーはゲームには使われてるじゃん、そうですよね、ある程度必要なところで、はい、だからこのちょっと下だよね、不安がってんのは。あ、だからその出てるベテランよりもその下の人たちのってことですね、うん、ここの、そうだからここの名前上がってない、代打の2番手とかさ、代打の2番手とか、あで、まあ、ちょっとした敗戦処理で投げてるとか、はい、そういう人たちはやっぱ戦々恐々としてるかもね。そうですよね、うん、だから今名前を挙げた人たちっていうのは理不尽に切られることっていうのは多分ないと思う、うん、まあだからベテランというよりかはベテランの一つ下そうだなってことですよね。2番だからまあ一番怖いのは1軍半クラスのある程度年のいった選手たちだよね。そうですよね。あ、だからここら辺をどう考えるか球団が、うん、でもう伸びるっていうのは球団はあんまり期待してないからね。あ、そこだ、そこの層の選手たちもうある程度の年いった選手は、はい、だからある程度今名前挙げたね、うん、上の選手たちって言ったら名前聞いたら分かるでしょ。分かりますもん。分かるでしょ、はい、それはねなかなかね判断しにくいと思うけど、うん、判断するとしたらこの1軍半クラスのある程度のベテランの選手たちだよね、うん、そこなんですね。だからここが今年欠けてたと思うんだよ。そうですよね、今シーズンに。でも新人取らなきゃいけないし、はい、だからここら辺が難しいところだよ。そうですね。それはね、そういう記事が上がってくる、はい、もうそういうのが各球団どんどん上がってくるかも分かんない。そうですね。個人の選手からも上がってくる可能性もあるし。そうですね。そうなってくると選手会が出て、うん、その70人枠をじゃあどうするかっていうことにも。でも70人超えるとさ、球団も人件費が一番かかるわけだからさ、難しいところですね。だからバルサとかさ、はい、70% カットでしょ。 70% ですか、給料を。うわ、一気に。あ、 70% 支払うのかも分かんないけど、はい、でもカットはカットだよね。やっぱそうしてきますよね、うん、だから本当に1シーズン戦えないときは選手会と話をして、うん、やっぱある程度のことは球団も情報、はい、選手も情報して、ね、その論破するんじゃなくてどっちかが、うん、もう情報という形で折り合いをつけてほしいなっていうふうに思うよね。そうですね。なんとかね、お互いがこううまくいくところで着地点というのが見つかるといいですよね。そうだな。だから選手も、はい、その極力ね、今年何もしてないわけだから、ただね、一切年取るってね、やっぱ体力的にも落ちていくんだよね、33過ぎぐらいから、はい、だからそこでこう頑張ったら長くできるしみたいな。野球選手にとっての1年というのはものすごくのベテランとか、まあ、1年というのは5年ぐらいの感覚だよね。でも人間って年取るとさ、20歳の時の1年と今の年の1年ってやっぱ2年ぐらいに感じるでしょ。ものすごい早く感じますよ。そうでしょ、はい、俺なんか5年ぐらいに感じる1年が早い、はい、もともとできねえなみたいな。そうなってきますよね。なるなるなる。だから野球選手というのはやっぱその人生というかね、そういうのが凝縮されてて、もう30過ぎて33過ぎたらもう還暦みたいなもんだよ。1年が5年ぐらいに感じる、そういうそのぐらい大事にしなきゃいけないということだよ。だから球団の人もちょっとね考えて手を差し伸べて、お互いが譲歩できるようなそういう話し合いになるといいなと思う。そうですね、はい。